Hi, how are you doing? I'm Dr. Lee, Pronunciation Director, Dr. Lee English. So today, what I'm going to talk about through this episode is the reason why we should learn English pronunciation prior to learning other skills. So let's get started. はい、どうも皆さん、こんにちは。Dr. Lee English 発音ディレクターの Dr. Lee です。今回のエピソードで話したいのはこちらになります。なぜ英語の発音を学ぶ必要があるのかということなんですけども、まあ、普通に私みたいにですね、日本で英語教育を受けてきた人たちはですね、発音をちゃんと習わなかったと思うんですよ。まあ、先生の後に続いてリピートアフターミー形式で、まあ、先生の発音を真似てくださいみたいな感じでなんとなくやってですね、でそのリピートする先生の発音が良かったのかというと、まあ、これまた微妙だったと思うんですよね。なので基本的に日本人のほとんどは発音にほとんど触れずに英語を勉強してきたということなんですね。なので今回はですね、今までまあ私たちがこう軽視してきたその発音ですね、これがなぜ必要なのかということについて語っていきたいと思います。はい、それでは今回のレッスン概要です。まあ、発音をなぜ学ぶのかということなんですけども、まあ、そもそもこう英語を学ぶのにまず発音をこう軽視する理由の方が理解できないなという感じなんですけども、そこでですね、まずその発音を軽視すると一体どうなるのかというこういったところからちょっと話を進めていきたいんですけども、まあ、ドクター・ディ・イングリッシュの受講生の約 30% がその海外から受講されてるんですけども、やっぱりみんなその海外に行って初めてこう発音の大切さをこう痛感するわけですね。そのエピソードが結構その共通点があったりとかするんですよ。なので、まあ、3つぐらいのパターンでちょっとお話できればなと思います。でその次にですね、このよくあるアンチ発音説、まあ、例えばですね、発音より内容の方が重要だとか、あとはですね、そのシンガポールとかインドとか、まあ、そういう訛りのきつい、ところを例に出して、彼らだって相当なまってるけども、でもまあ立派にやってるじゃないかみたいな、まあ、そういった話とかよく聞くんですけども、まあ、これに対してちょっと反論していきたいなと思います。で、最後にですね、英語を日本語の発音で話すなというこういった結論にちょっとつなげていきます。はい、それでは、発音を軽視するとどうなるのかという、実例をちょっとお話ししていきたいと思います。まずはですね、 MBA とかロースクール生の場合ですね、まあ、主にこの留学生ですね、まあ、留学といっても語学留学みたいな軽いものではなくて、まあ、本格的なその、大学院への、留学のお話です。でうちの受講生でも、まあ、結構な割合でこの MBA 生とかロースクール生がいるんですけども、そこで、よく聞く話をちょっと取り上げてみました。まずはこちら、日本人の英語だけが通じていない、まあ、クラスの中でよくディスカッションを行われるんですよ。でそこでですね、みんなそれぞれで理解し合ってる、もちろんこう大学院なんでこう世界中から生徒が集まってるので、国際色豊かなわけですよ。中東だったりアジアだったり南米だったりだとか、まあ、いろんな国からこう集まってるわけですね。なので、まあ、それぞれで結構訛りを持ってるわけです。でもですね、クラスでディスカッションした時に日本人の英語だけこうなぜか通じてないという、そういう現象がよく起こるそうです。あとはですね、そのディスカッションにてその相手の英語が聞き取れない、これもよく聞く問題なんですね。これ大変ですよ。みんなが言ってることを理解できなかったらこのディスカッションにそもそもならないですからね。でそこでみんなが話してる英語っていうのもやっぱりこう国際色豊かな、こう、比較的それぞれのこう訛りを持った英語で、話されてるわけですね。で他のみんなはまあそれぞれでこう理解してる風なんだけども、自分はこの人たちが何を言ってるのかわからないっていう、まあ、こういう状況に置かれたりとかよくするそうです。あとはその相手に話を聞いてもらえない、これもですね、やっぱいくらいいこと言っててもその話が相手がすごくこの人の言葉聞きにくいなって思ったら、なんかだんだん聞く気がなくなってくるじゃないですか。まあ、なのでこう発音が聞き取れないレベルで悪かったりだとか、またこうテンポがものすごく遅かったりだとかすると、やっぱりこういう風になりがちなんですよね。まあ、そうやってるうちにですね、こうどん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 自分の存在感、クラスでの存在感が薄まってきて、こうどんどん消極的になってくるわけですね。やっぱりみんなの言ってることもちゃんとは分かんないし、自分が話してもみんな話をこう聞いてくれないしってなると、どんどんこう消極的になってくるわけですね。でどんどん発言しなくなって、でどんどんクラスから取り残されて、で絶望するっていう、まあ、本当にこういった類の話っていうのはよく聞きます。なのでもうすぐ9月でこう新学期が始まるわけなんですけども、まさにこういった苦労をこれからされる方っていうのが結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってます。
はい、それではその次のケースで英語圏で就職した場合ですね、まあ、海外で就職したっていう方もですね、結構あのドクター D の受講生におられてですね、よくこう話を、いろんな話を伺うんですけども、まあ、ありがちな話がですね、やっぱりこうちゃんと話を聞いてもらえない、これもさっきのパターンと同じですよね。あとは複数でのこう会話に混じれない、1対1だったらまだなんとか意思疎通はできても、やっぱり複数でバッと集まってみんながそれぞれ自分の話したいことを話すとですね、やっぱりそれにキャッチアップするのって結構大変だと思うんですよね。これもですね、ある程度こう発音の仕組みが分かってると、まあ、聞き取るポイントみたいなものが見えてくるので、そうするとリスニングがかなり楽になって、まあ、複数で話しててもそれぞれが何話してるのかって大体こうキャッチアップできるようになるんですけども、まあ、一生懸命聞こうと思えば思うほど多分その逆効果で、ああもう全然分かんないっていうことになっちゃいがちですよね。あと仕事はできてもその管理職につけないとかですね、やっぱり管理職つく人ってこうチームをまとめたりだとか、コミュニケーションのスキルとかもかなり大きいと思うんですよね。なのでやっぱりある程度そこが円滑にいかないと管理職につきづらいということもあると思います。あともう本当に空気のような存在になってしまう、そして絶望するっていう、まあこういう話をですね、よく耳にするわけです。まあ単純にボキャブラリーが足りないだとかそういうことだったらしょうがないと思うんですけども、まあほとんどのケースでそうではないんですね。まあこういうふうに海外で就職できたりだとか、ロースクール MBA に入れる人っていうのは本当に知識レベルでは英語力ってものすごく高いんですよ。なんだったら他の国から留学してる人より高かったりするんですけども、しかしですね、問題なのはその音を知らないわけですね。英語ってこうどういう風な音で発音されているのかということが理解してない状態なので、やっぱり文字では英語を知ってるけども音では英語を知らないということなんですね。だから発音をやるとこの辺が全てこう解決されてくるわけです。で今度はですね、その一般的にはこういうことになるっていう一般論ですけども、まあこういうの結構思い当たりませんか？メールはできるけども電話は無理だとか、スピーキングがその4技能の中で一番苦手、あとコミュニケーションが怖い、まあ、これっていうのはほとんど全員に当てはまるんじゃないかなと思います。まあ、この辺の心配事もですね、やっぱりこう発音に自信が持てると、この辺りは全てこう払拭できるところなんですね。まあ、だからこう発音頑張りましょうということなんですけども、はい、それではですね、そのよくあるアンチ発音説についてちょっとお話ししたいと思います。まずよくあるのが、その海外で活躍する有名な日本人を例に出して、話す内容の方が重要だっていう風に説く人たちですね。まあこれに関してなんですけども、まずその有名人の話には多くの人がやっぱり耳を傾けるわけですよ。有名だから、その人の話を聞きたいから。でもあなたの場合はどうでしょう。例えばその留学で行ったとして、あなたのこと誰も知らない、あなたはそこでノーバディなわけですよ。なので大前提として、誰もまず初めはこう聞く耳を持たないと思うんですね。それに加えてこう発音が悪くて、この人の話なんか聞きにくいなってなったら、やっぱり誰もあなたの話を聞こうとは思わないんですよ。で海外でのこうコミュニケーションで最も大事な部分っていうのが、やっぱりこの主張を伝える努力をこうすることなんですね。なのでやっぱりできるだけ相手に伝わりやすい、相手が聞きやすい英語を話してあげる、こういった努力をすることがかなり重要になってきます。何度も言いますけど、海外ではあなたは誰でもないので、誰でもないあなたの話は誰も聞いてくれません。基本放置されます。はい、それでは次の説に行きたいと思います。まあ、よくあるのがそのインドとかシンガポールとか、まあ、結構英語の訛りきつめじゃないですか。そういう英語の訛りがきついところを例に出して、カタカナアイデンティティを解く人たち、はい、これに関してですけども、まずその日本人の発音だけ極端に通じないという現実があります。まあ、これは理由はいろいろあるんですけども、まあ、日本人が圧倒的なマイノリティで日本語訛りに誰も慣れていないからだとか、日本人が話す英語っていうのがその全ての子音に対してこう母音を乗っけがちなので、どうしても音の数が、オリジナルのその英語の音よりもこうだいぶ増えてしまうだとか、まあ、あとはありがちなのが L とか R とかがこんがらがあるとか、まあ、このあたりはそこ実際はそんなには重要じゃなかったりするんですけども、まあ、やたらと音の数が多くなってしまうっていう方がおそらくこう致命的なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、本当に、そういう感じでですね、日本人の話す英語っていうのがみんなが思ってる以上に通じないし、これはそのこれから海外を志す人であれば絶対に気にしといた方がいいと思います。
もう本当に日本人の話す英語はもう発音が悪いというレベルじゃなくて、もう別の言語だっていうふうに思っとくのがちょうどいいんじゃないかなと思います。なのでですね、やっぱりその現地で何かやりたければですね、もう意地を張らずに日本人らしさがどうのこうのとか言わずにですね、まずはそのマジョリティにこう合わせろっていう話ですね。もうなんだったらアメリカ人になりきって話す、それぐらいのことが必要なんじゃないかなと思います。でその日本人らしさとかアイデンティティとかっていうものはですね、主張しなくても自然とそういうものってにじみ出て行動とかに影響するものなので、そんなに意固地になって守るべきものでもないんじゃないかなと思います。なので、まあ、現地でうまくやりたければ、そのアメリカだったらそのアメリカ人になりきれ、イギリスだったらイギリス人になりきれっていう、こういったことが言えるんじゃないかなと思います。そもそもやっぱり発音っていうのはその言語の要なんですね。外国の言語を学ぶということは、要するにその相手の国の、あの言葉を真似て発音することからこう始まるっていうふうに思いません？でそういったシーンをよくその映画とかでも見たことがあるんじゃないかなと思います。そしてやっぱりこう言語が違えば、その声の使い方、これも大きく違うっていうのは、まあ、想像できませんか？それぞれの言語でやっぱりその声の出し方も結構こう特徴があったりとかしますよね。そのあたりをちょっと想像してもらいたいんですよね。はい、それではですね、まあ、今回の話を、ここでちょっとまとめたいと思います。まあ、そろそろこの英語を日本語の発音で補うことをやめませんかということなんですね。まあ、どうしてそのいろいろな理由をつけて忠実にこう発音を真似ることを拒むのかということです。やっぱり英語を話せるようになりたければですね、まずはこう発音から取り組むべきなわけです。そうじゃないと本当の英語を習得したことにはならないわけですね。現地で使えない英語は意味ないですからね。はい、それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. Bye. Dr. D. English. 英語の声を作る発声トレーニングにより、スピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール、発音コース、ドクター D 認定の発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン、動画コース、ドクター D イングリッシュの公式テキストを動画で学べる実習用のプログラム。詳細は概要欄にて。